しもし。もしもし。はい、お疲れ様です。ダウ先生でしょうか。はい、そうです。あ、夜分遅くすいません。A ナイト田崎でございます。はい、ご無沙汰してます。こんにちは。こんにちは。はい、こんにちは。ちょっとあのキーワード4つほど上げますんで、はい、あの泣けるバラードなんかをちょっともしよかったらやってほしいんですけど。バラード、バラードですね。はい、泣けるバラードなんで、ちょっとさすがにこれは無理でしょうか。いけますよ。いけますか。はい、いけます。ちなみに先生今どちらですか。家で、あのバチェラー見てました。あの男女逆転のやつ。はい、あのバチェロッテの。バチェロッテ。はい。あっちもめっちゃおもろいらしいですね。いや、面白いですね。見てほしいな。はい。あの、キーワード言いますね。はい。一つ目は、鼻。鼻。鼻、あの、ノーズの。ああ、はい。鼻。鼻ですね。はい。そして、二個目が、無視。無視。はい。無視されるの無視です。はい。はい。そして三つ目が指輪。あ、指輪。はい。で最後が、はい、ノースフェイスのダウン。はあ、なるほど。ノースフェイスのダウン。はい。あ、それが単語ってことです。ノースフェイスのダウン。はい。はい。この四つなんですけど。はい。はい。って。あれ、無理ですよね。言ってます。大丈夫ですよ。あ、思いますか。はい。じゃあこの4つのキーワードで、はい、泣けるバラードでお願いします。ああ、花の高い君は可愛い女友達。そう思っていたけど心は嘘つけない。君は彼氏から指輪をもらって結婚する約束してたのに無視された。そんな君にノースフェイスのダウンをかける。終わりました。終わった。今日ちょっとまた一曲、はい、ラブソングをお願いしたいんですけど。あ、ラブソング、はい、いいですか。はいはいはい、大丈夫です。ラブソングちょっとあのキーワードがありまして、はい、4つあるんですけど。はい、言ってもいいですか。あ、はい、大丈夫です。1つ目が琉球チャイ。琉球チャイ。はいはい、琉球のチャイ。はい、沖縄の琉球チャイ。はい、2つ目がカナダ。カナダ。はい、はい、で3つ目がちょっと長いんですけど、はい、合わない視線。合わない視線。止まらない涙。止まらない涙。でも好き。何ですか。これで合わない視線、止まらない涙、でも好き。これで一つです。はいはいはい、はい、合わない視線、止まらない涙。最後が佐藤さん。あ、佐藤さん。はいはいはい。これちょっとさすがに厳しいですよね。合わない視線、止まらない涙、でも好きですね。はい、好きです。大丈夫です。大丈夫ですか。はい、じゃあラブソングということで、ダウ先生お願いします。ああ、あなたに届いてるかな、佐藤さん。遠く離れたカナダまで。沖縄越えてメンソーレ、琉球茶い飲みながら。ああ、合わない視線、止まらない涙。ちゃんちゃ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 ん、でも好き。終わりました。三振だ。止まらない涙など三振入ってましたよね。今日もちょっと曲を一曲お願いしてもいいでしょうか。
はい、もちろんです。ありがとうございます。じゃあちょっとキーワード言わせてもらっていいですか。はい。一つ目がガラス。ガラス、はい、はい。で、次が12万円。12万円、はい。次が2048年。2048年、はい。2048年、はい。続いてがポンポン。ポンポン、はい。で、最後が、はい、夜はちょっと面白い。夜はちょっと面白い、はい、この5つなんですけれども、はいはい、ちょっとあの歌のジャンルも指定させていただきたくって。あ、はい、ジャンル、はい、ちょっとあのパンクロックで。パンクロック、はい、パンクロック、はい、パンクロック、はい、パンクロック。あ、え、パンクロックってなってますけど無理ですよね、じゃあ。大丈夫ですよ。はい、いけますか。行きます、行きます。ジャンル指定でいけますか。はい、もちろんです。わかりました。じゃあ今言ったキーワードでパンクロックで、先生一曲お願いします。じゃんじゃんじゃん。ガラスもキャリアプレパリン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 、今は2048年パリンパリン。12万円請求されてるけど関係ねえ。ポン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 、ソンネルはちょっと面白い。えいえおほほほほ。いや、ボソク、すいません。ちなみに今はどちらで何されてたんでしょうか。今日はちょっとあの早く帰れて A ナイト見させてもらってました。あ、おちょうど。うわ、ほんならもう説明省けるわ。ちなみにダウ先生、はい、あの春菜ちゃんのお話いかがだったですか。いや、マジでクズですね。怒ってる。ほんまに、まあ、好きな人の前で田んぼに落ちたけど落ちてないふりをした。好きすぎてね。はい。ほんでその後に2人は実際に付き合います。はい。ただそっからまあ約2年経って、はい、ひどい振られ方をしていろんなひどい目に遭わされました。はい。でこの春菜ちゃんのね、うん、はい、田んぼを、まあ、きっかけとしたこの、まあ、恋愛ソングをちょっと一曲で紡いでほしいなと思うんですけど、ちょっと無理ですよね、それなんて。できます。できる。お願いします。はるなちゃん、昔に田んぼに落ちたとこから始まる恋、落ちてないふりしたから彼と出会った。付き合うことになったけどひどい男で、かかしのように心のないやつ。そんなやつにはどすこいどすこい上手投げ。わかりました。なぜ今のは、ジャンルは、はい、ラブソングです。ラブソングで、はい、ラブソングですもんね。はい。先生、あの今日ちょっとまずキーワードが決まってまして、はい。5個あるんですけども、5個。言っていいですか？はい。すんなり。一つ目があのハット。ハット。はい。帽子のハット。はい。で、恋が怖くなっちゃった。恋が怖くなっちゃった。はい。で、次が二つ目のボン。二つ目のボン。はい。二つ目のボン。はい、ボンはあのカタカナ表記です。はい。はい。ボン。はい。で、次がラブレター。ラブレター。はい。で、最後が、はい、ちょ、英語になるんですけども、はい、To be。はい。点点点。2B だけ。はい。あ、2B。はい。この5つを紡いでちょっと曲にしてほしいんですけど、無理ですよね。大丈夫です。大丈夫？はい。はい。い、
それではお願いしてもいいでしょうか。タタタタタタタチャチャ、恋は怖くないよ、勇気出して気分変えていこう。ハットをかぶってあの人にラブレター私に行こう。恋が怖くなっちゃった、そんな気持ちをポンポンポン、二つ目のボンでトゥービー。終わりました。うわすごい、すごい、考える時間とかいらないんですね。ゼロでもう一個から。ちゃんちゃちゃん。ちゃんちゃんちゃん。ガラスもキャリアプレパリンパリン。パリンパリン。今は2048年。パリンパリン。